ラッキーアイテムのまとめ。日本古来の言霊と気軽に遭遇と沖縄、日本の歴史と文化背景からなぜうんこなのか紐解く。誰もが一度は踏んだり腫れたりする食べ物のカス、うんこ。少年少女には大人気のパワーワードでドリルの表紙にもなっています。地方によってはババ、大便やクソなど様々な呼び名の方言を持つうんこですが、なぜ今全国的にうんこで落ち着いたのでしょうか。言語、歴史学的にうんこの語源はくの字に曲がったありのままの素養の素でクソだと考えられます。根拠の一つとして沖縄の方言でもうんこの意味でクスという呼び名が残っているからです。めくら、全毛やびっこ、足を引きずっているのように、時代に応じて言葉は、特に日本語は柔らかく変わるものですが、うんこも同じようにクソ、うんこと柔らかく定着しました。ところでこのうんこのうんですが、沖縄の方言でうんきとうんせいという意味でうんち、うんすという幻の方言があります。初め楽しく使っていたけれど、うんち、うんすが汚いクソを示すことだというのが分かったから避けられ根付かなかったと考えられます。まとめると、うんこの正体はクソという汚い言葉をきれいに変化させるために編み出したうんの子、つまりラッキーポイント。これはお祝いの言葉であるノリトで、クソという汚い言葉を浄化させる言霊の役割もあると分かります。同じように似かなかったキーワードといえば、那覇市にある湖マンコがありますよね。なんで似つかなかったのか、詳しくは動物調べてください。夏休みの自由研究にもってこいです。みんな集まれペンギン村に、どんなことが起こるかな、それゆけいちししお楽しみ。グリーン風、グリーンウィンド。